オギル TR-111B は、流骨座の方角に約5000光年の位置にある太陽系外惑星である。恒星オギル TR-111 の周囲を公転していることが確認された唯一の惑星である。2002年、オプチカルグラビテーショナルレンジングエクスペリメントは4日ごとに周期的に恒星からの光が若干弱くなるのを観測した。これは、 惑星程度の大きさの天体が恒星全面を通過していることを示唆していた。しかし、その天体の質量は測定されず、これが真の惑星なのか赤色矮星、またはその他なのかは確定できなかった。2004年、視線速度の測定により、この天体は真の惑星であることが確実になった。この惑星は、 主星の近くを公転する他のホットジュピターと非常に似ているかもしれない。質量は木星の半分程度で、軌道半径は地球と太陽の間の20分の1以下である。オギル TR-111B は最初に見つかったトランジット惑星であるオシリスと似た質量と軌道半径を持つ。しかし、オギルで発見された他の惑星と同様に、半径は木星と 同程度である点が異なる。しかし、これらの惑星は、典型的なホットジュピターと比べて、質量はより大きく、軌道半径はより小さい。そのため、この惑星は別の種類のトランジット惑星との間の、重要なミッシングリンクであると考えられている。ウィキメディアコモンズには、オギル TR-111B に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。